皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月17日朝の18分なんですが、皇室への皆様へのメッセージということで、紀子様お誕生日おめでとうございます。まあ皇室の方のご公務を追っていきながら、90番の近くに、90番のところに皇室へのメッセージというものが、ホームページは淡井圭介でありますが、まあ、その90.1番か、そのあたりに、皇室の方たちのご公務を記録しておこうかなと、行い始めたんですけども、他にしなきゃなんないことが多すぎて、途中から、追いつかなくなってしまいました。まあこれは少し相談なんですけども、皇室の方たちへのメッセージで、その、助けてくださいっていうような内容と、まあ、佳子さま結婚希望相手の第一ということと、を、この間9月の中旬にアップロードした内容で、述べてたと思うんですけども、その、べっこうさんっていう、インターネットゲームの我が天下と戦国不遇の剣と、で、あと、そのいくらか支払っていただくっていう話と、あと任天堂の任天堂スイッチ、まあその辺のところと、まあテレビ局の淡井圭介の提案した番組、まあこちらの方に関しては多くの番組が放送されていて、まあ大卒初任給で退職金あり、有給休暇あり、住居手当あり、扶養手当あり、ボーナスありの人と同じか負けるぐらいかなという、それぐらいの設定ですんでね、その辺のところはテレビ局の純利益は、ホームページは淡井圭介の利益の、22.3 番ですね。テレビ局の売り上げ、まあ左端の方に、あ、右端って言ったらいいかな。ちょっと反射するようにして映ってるので、まあ 22.3 番なんですけども、まあ東京都のテレビ局、大体、純利益が出ていると。まあ、もちろんご存知かと思うんですけども、悠仁さまとかもお聞きになられてるかもしれませんので、一応説明しておきますね。営業利益、経常利益、純利益という順番なんです。で、純利益までたどり着こうと思ったら、設備投資をしていたお金とかも返済しておかなければならない。まあ、例えば東京都のテレビ局だったら、僕は子供の頃ぐらいに今の建物を建ててるんですよ。まあ、大きなテレビ局、昔はもっと小さかったんですよね。だからその辺のところの返済とかはなかったら、純利益までたどり着かないんですよね。だからまあ、2023年の3月期で見ると、例えば TBS さんだと107億2200万円の純利益と、テレビ朝日さんだったら13億は、800万円、日テレさんだったら、日テレさんかなり大きいですね、数字。2023年3月31日時点で298億5500万円。まあ、フジテレビさんはね、2022年でちょっと純利益止まってるんで、まあコロナの影響なのか何なのか、テレビ東京さんも2021年ですね、純利益が止まってるのは。新しい事業計画とか何かはあってそうなってるのかもしれませんし、詳細はわからないんですけども、まあ私が求めているのはテレビ局の番組で、まあ平均的な視聴率で、まあ1時間番組だったら1回の放送で1万円。で、まあ視聴率より 1% を超えて平均視聴率より高かったら、まあ2万円だとか、平均視聴率より 1% 低かったら、まあ5000円だとか1回の放送。まあそういうふうな形で、まあ提案しています。だからたくさん放送していただいて、まあまともな月収が出てくるかなと。まあだからボーナスとか住居手当かとか扶養手当とかがない分、退職金とか有給休暇とか。だから月、40万円ほどはなかったら大卒初任給の方にまあ負けるんじゃないかなというような設定ですね。
まあ大体それぐらいですね。それなりに自分で知恵工夫を凝らしていろいろ調べて、まあ社会の皆さんに良い影響が与えられるような番組をたくさん作りましたので、その番組に関してはどこに書いてたかな、番組名。まあちょっと話飛び飛びになって申し訳ないんですけども、そのスポーツ業界でもまあ支払っていただきたいところは支払っていただきたいところの部分もあるんですが、実際にそのメダリストの人たちとか、例えば金メダリストの人たちとかだったら、金メダル1個、東京オリンピックとか、ああいうオリンピックだったら1個500万円以上で売れると思うんです。まあ現実的なお金の話をしますと。で、世界選手権とか、いろんな大会開いていて、まあそれに合わせてオリンピックと比較すると、メダルの大きさが小さくなってる。要するに販売価格が小さくなるということなんですけども、けどたくさん大会ものすごい数で開いてるじゃないですか。で、メダルをたくさんもらってる人はもらってる。で、オリンピックの時だったと思うんですけど、メダルプラス賞金とかもあったような気がするんです。で、やっぱり僕の頑張り等があっての結果ですから、ほぼ 100% 全員かっていうと、重複してる時間帯のところは少し疑問符は持つんですが、ただまあ、想像以上の結果は東京オリンピックで出しています。で、ちょっと時間軸はね、夜中の時間帯とかだったんですけども、まあ、ブラジルのリオデジャネイロオリンピックだとか、ああいうふうなところは勝ち負け協力しましたね。やっぱり、起きていないと話にならないんで、つながったりとかありますんで、だからまあ、ある程度の数、まあ、その当時としてはね、かなりたくさんメダル取れた方なんですけど、まあ、東京オリンピックは完全に日本の時間帯の時間軸だったので、まあ、勝ち負け自体がもう相当たけてましたので、それまでに、リオデジャネイロの頃とかが、まあ、こちらが明け方だったり夜中だったりの試合の時間帯だったんですが、それまでにね、それまでかそれ以降かな、宮里藍ゴルファーの、海外のメジャーのゴルフを優勝させたりだとか、松山英樹選手、ゴルフの選手で世界ランキングを一時的に1位まで持っていったりだとか、テニスの錦織圭選手も4位と。テニスの錦織圭選手なんかは僕と同じ身長170センチ台ですから、まあ小さい体ながら世界4位っていうのはまあすごいと思いますね。まあそれだけ僕もだいぶ消耗しましたけども、まあものすごい努力や体の疲労だとか、まあ精神的なものも含めてかなり大変でしたね。だけどもそういうふうなところからお支払いがないと、サッカーにしても野球に関してもと、まあ、みんなちょっとずつでもいいから出してよと、まあいうようなところなんですけども、実際選手もね、そこまでの年俸をもらってるのかなっていうのが本音であるんですよ。あとさらに競馬界でも勝ち負けやっぱり僕はずっと関わってますか、特に海外戦、私がしっかりと対応しなかったらまず5着以内に入れないんですよ。だからまあ、それなりの結果は、スポーツの勝ち負けの世界にもう一度2011年以降、東日本大震災の、後に、政治経済等で関わるようになってから、昔スポーツの勝ち負けをしてた記憶を思い出して、まあ、いろいろ、それぐらいの頃から対応してましたね。だから、競馬界からでも、まあ、賞金額も本当かなって思うんですけども、ものすごい金額ですから、まあ、こちらの頭をなんか使ったりしてるんだから、2.5% ぐらい賞金額の払ってほしいとか、まあそういうふうなところあるんですけども、まあ、海外戦も狙って競馬だいぶ勝ちに行ったりしてたんですけどね。それだけお金がかき集まれば、まあ特許もそうですし、自分の年金先々のお金かけていられるでしょうし、厚生年金自体が僕トータルで1年入ってるか入ってないかぐらいなんですよね。だから、早急に2000万ぐらいは、
年金かけておかなかったら月々、まあ将来これどうなるか分かりませんけども、一月あたり、まあ15万円ぐらいの年金がいただけるかどうかということなんですよね。で、あと特許の申請とか、その河川水門開閉式ダム発電とか、マグマ発電とか、まあ、河川水門開閉式ダム発電と地下水上トンネル発電に関しては、これは多分僕の特許で物事進むと思うんですよ。まあ、あとは歯ブラシの特許。まあ、簡単ですよ。ありそうでなかったもので、まあ、誰も、実現してないんですが、まあ、これもいいかな。これを歯ブラシの、先っぽだと考えてください。まあ、エコロジーな社会を目指すという意味なんですけども、こういうふうにね、歯ブラシの先っぽをこういうふうに取り外しができると。まあ、螺旋状のこのネジを回すような形で。そうすることによって、柄の部分をいちいち作らなくて済むようになる。で、ゴミの堆積が減らせる。まあ、資源の無駄遣いにもならない。まあ、こういうふうな形での歯ブラシの特許ですね。まあ、そういったものも、ある程度もう文章化して僕のホームページに掲載しています。で、そういうふうな特許の申請料って結構高いんですよ。17万ぐらいかかるんですよ。10年間の、その、まあ、いろんな審査を通っていかなきゃならないんですけども、そのトータルがね、まあ、17万ぐらいで、まあ、10年間、その申請が通ったら自分の手元に残るっていう形ですね。だから10年経過したらまた申請しなきゃならなくなるので、まあ、そういうふうなもとでも必要ですし、まあ、僕の結婚問題もそうなんですけども、この間ね、9月の15日の、金曜日、ニュースウォッチ9は、皇室が伺いますっていうことを言ってたんですね。林田さんっていう名前の女性アナウンサーなんですけど、名前、確か林田で会ってたと思います。男性の方はね、田中さんと葵さんで覚えてるんですけども、まあ、ご年配の方が田中さん。まあ、僕より少し年上かなと思われる方が葵さん。もしかしたら同い年ぐらいかもしれませんけども、年齢ちょっと調べてみないと分かりませんで、その後報道ステーションでは、明日ですっていうことを越さんがおっしゃっていて、日付が変わったぐらいの後に階段登ってくる音が聞こえたんですけども、まあ、その方が皇室の方だったのかという謎があるんですよね。例えば、まあ、金曜日にそこまで行っていいんかいっていう関西で放送されてる、まあ政治経済を、まあ事件等も扱う、まあ番組があるんですけども、武田恒康さんが来てくれたのかなと、足音を聞く限りは、まあちょっと男性っぽかった。で、けどその前にも電波で、正直その、皇室、が伺いますで、僕は来るという受け止めだったんですよ。その、もしかしたら皇室が伺うに関して、どうして淡井さんにお金を払ってあげてないんですかをまず聞いてくれてる段階かもしれない。だから僕はその時的に皇室の方が来られるかと思ったんですよ。正直、8月、愛子さんも来られてましたよね。その体型見ました。正直、ちょっと体鍛えてダイエットされた方が良いかと思います。まあ、スポーツに精を出してというところですね。まあ、特に、まあ、自分のしたいスポーツがあるかと思うんですけども、まあ、そういったことでいいと思うんでね、何かスポーツされて、まあ、少し痩せられた方がいいんじゃないかなとは思います。これは昔以前、なる人様にもおっしゃいました。少しお腹がということで、スポーツされた方がいいと思いますよと。まあ、その方が、多分長生きできると思いますね。体を動かしてる方の方が。で、まあ話戻しますけども、誰かが日付変わった0時00夜中ですね、その10分後ぐらいかな、まあ階段誰か上がってきたんですけども、今よく考えたらね、大谷翔平が彼が試合に出てないじゃないですか。もともと僕からの提案で、翔平に、まあ、いろんなアドバイスを
いや提案を行って二刀流の道を開いて、まあ、頭の中を貸したりとか体温を貸したりとかの方法で、まあ、アメリカメジャーでも成功してるんですけども、彼ももう年齢が29歳ぐらいなんですよね。で早く翔平を結婚させてあげなきゃならないっていうことで、世界、まあ、ホームページは YKS の利益の、まあ、一時停止をしながらメモしていただきたいんですけども、世界への SOS っていうものをホームページ淡井圭介の履歴の今現在ね、上の方こういうふうに見えますかね、YouTube 一覧表ということでその横に見出しつけて記載してるんですけども、まあそこでね、日本の政府と世界の政府 SOS だったと思うんですけどね、まあ、翔平へのメッセージ100番台にも大谷翔平へのメッセージっていう欄があるんですけども、そこから見てもらった方がいいかな。まあいろいろね、ちょっとまあ僕が泣きながらね、いろいろ物申してる部分があるんですけども、まあ別件で申し上げてるものもあるんですけども、まあ翔平ももう日本に帰ってきてくれたらいいからと。その、結婚まだじゃないですか。で、今現在過度な少子化先進諸国で急激に進んでいて、で出生率もともと 2% ぐらいで人口横ばいだったんですよ。だから半分の人しか結婚出産までたどり着けてなくて、出生率 2% で人口横ばいだったんです。今 1.27 なので最新のデータでは、だから3分の1以下の人しか結婚出産までたどり着けていないと。これは2003年個人情報保護法が出来上がってから先進諸国その法律が広がって、でもともとは別の国が先にしたのかもしれませんよ。あと特定機密保護法案とかいらない法律が多すぎて、今岸田政権に法律削除してほしいって言っていて、岸田さんはぼそっと1年以内にできるっていうことを言ってるんですけど、僕は頭の中でねテレビ見てる時に1年以内でできますかということで、1年以内にできる、まあ、歩合とか出来高とか日給とか他にもいらない法律、いろいろ IR 法は、IR 法だとか、略して今言ってますけど、ああいうふうないらないもの。で、まあ、そこは岸田さんが対応していただけると思うんですけども、総理の。もしかしたら、階段上がってきていたのは翔平だったんじゃないかなと。ベンチの中でも見かけてませんから、その意図的にこうシーズン中に僕に会いに来てくれたのかなと思いますし、もしかしたら皇室の誰かが階段上がってきたのかもしれませんし、ちょうどその頃ね、あれはそう15日のテレビの放送でハリウッドで X ジャパンの YOSHIKI さんが、まあ手形、まあ日本人では2人目だったんじゃないかなと思うんですけども、音楽のビーズの稲葉さんと松本さんの手形の次が YOSHIKI さんだったんじゃないかな。もしかしたら他にもいるかもしれませんよ。一郎さんだとか、すごく活躍された方は他にもいますので、日本人で。まあ昔では考えられなかったことですよね。YOSHIKI さんもその場で、会うってはっきり言ってくれてるんですよね。僕へのメッセージで。まあ、YOSHIKI さんともいろいろ深い関わり合いがあって、いろんなことを提案して行っていただいてます。で、ちゃんと YOSHIKI さんは、これは自分の言葉の責任だっていうことを笑顔で言いながら、まあ、だいぶ、まあ、僕の、その、辛い人生っていうことを、まあ、深く理解してくれてる方たちは理解してくれてるんですよ。だから、その、笑顔ね、まあ、そういうふうにおっしゃってくれたりだとか、まあ、多くの方で、僕と深く関わってる方で、僕のことを応援してくださってる方はたくさんいると思いますんで、やっぱりその、スポーツの勝ち負けのところでも、だいぶ、自分に負担がかかってる部分とかがあって、まあ、全体的に見たら、ものすごく成果は出てるんです。今年しっかりと狙って、阪神タイガース日本一狙って物事進めていて、まあ、数年前に言ってた、その関西ダービーっていうような形になりそうな気配がある一方で、パリーグで言うと、ロッテと楽天が、まあ、優勝回数が少ないと。
阪神タイガースは日本一の数は1回しかない、片や最下位が最多であると、まあ、今年こそは阪神タイガースが日本一という形で、まあ、進めています。基本的に、まあ、まあまあ野球もあれこれだったら、まあ、ホームページは淡井圭介の履歴の106番阪神タイガースへのメッセージとか見ていただいたら分かるんですけども、まあ、基本的に頭の中を貸してます。まあ、なかなか根気のいる作業で、で、いろいろ対応しなきゃならない部分があって、まあ、慣れるまで、ほとんどの人はスポーツの勝ち負け、勝てるところまで到達できないでしょうね。場数をとにかくこなして、で、ああでもない、こうでもないっていうことを、どう対応したらいいんだろうっていうことを、何度も何度も考えて、たどり着いた、対応の仕方っていうものが僕の中にものすごい数があって、それがなかったら、まあ、なかなか絶対性っていうものは生まれない。まあ、話が広がりすぎてあれなんですけど、まあ、12月28日皇居に行くつもりではいます。で、かたやその私が申し上げてた内容で、この間の動画で、年末って混むじゃないですか、新幹線。だから 100% 乗れるっていう保証はないんですよ。で、かたや、もう今は多分政府の方で有馬警察署の人たちをしっかりと、抑えてくれてると思うんですけども、淡井圭介の件で通報してきた人間を、調べなさい、みたいな形で。だから、淡井圭介に挑発行為とかを言ってくることによって、で、怒らせて精神病院に行きにさせようとしていた人間がいた。もしかしたら警察官の中にもそういう人たちがいたかもしれない。話があまりにもいろいろありすぎるんですよね。今まで申し上げましたけども。自分の勤務先で警察官が働いていた。そこで長時間労働をさせられていた。だからものすごい違法行為がある。で、最低賃金を下回るような内容で働かされていた。社会保険にも加入できてない。まあそういうような部分とかあって、今政府のマイナンバーカードの本質は2024年にマイナンバーカードを通して社会に出て働いたらみんな社会保険に入れるような形。厚生年金ってまあ半分は会社負担じゃないですか。年金よりもはるかに掛け金が大きくなるのが厚生年金なんですよね。だから厚生年金に入れてもらえないで人材派遣会社とか所属でたらい回しにあった人間は将来絶対生活保護にしかなれないんですよね。で、うん、昭和63年にできた人材派遣業法もいらないっていうことを、まあ、岸田さんにお伝えしてるんですけども、まあ、なかなかここまで広がるとその法律を削除するのは難しいんですけども、そこは勢いでいくべきでしょうね。そうじゃなかったらそこも少子化の原因の一つですから、あと医療機関の、精子が生産されなくなる薬だとか、ああいったものを飲まされた人たちから奇形児が生まれてる可能性がある。というのは、ここの有の中町に岡場学園っていうところがあるんですけども、そこは、身体障害者の人たちを、まあ、閉じ込めておくというか、まあ、管理する施設であって、この近くに、まあ、三田市だったら宝塚三田病院、まあ、有の中町か有の台に、光陽病院という精神病院があって、まあ、神戸市北区の北西の方に、三田市の近くのところに有馬高原病院というところがあると。精神病院のそういう薬を生産している製薬会社も根本的にかなり懲らしめなきゃならないんですけども、国庫にお金返納しなさいみたいな形でね。で、あと被害者に遭われた方たちとか、本当は統計を取った方がいいと。多分国連レベルでそういうようなことを行ってしまってるから、昔の悪しき状況だから、第二次世界大戦というものがあって、世界中の、うん、人たちが感覚はね狂ってた時代、人を殺す戦争をすることが普通になってしまっていた世界全体で、そういう異常な世界の副産物だ
と思ってるんです、私としては。その医療機関のね、何か政府上層部とかで気に入らないことがあったら精神病に入れてしまえ。それが今の時代はスポーツ業界と結局警察官が関わりすぎてるんですよ。で、僕は働きに行った勤務先で、僕を守る側の立場として警察官の方たちとかが一緒に仕事をしてたはずなんですけども、ただ内容だけを見ると、すさまじい長時間労働をさせていた昔淡井圭介がエロ業界と戦っていた、エロ業界イコール売春防止法が出来上がったのが1956年で、政府上層部とかにも経済界の大物とかにも、まあ、公務員の上の方とかでも金で、男性女性を買ってた連中がいたと。で、実際の性被害者もたくさんいたと。まあ僕自体が2008年に両顎を割られた時に、男4人組に、そこの有馬警察署のすぐ横のオートバックスですよ。事件番号言いましょうか、100894、これがその傷害事件の事件番号なんですけども、その後搬送されたのが神戸大学附属病院で、そこで強制わいせつされてるんですけども、大瀬まりなというものに、これはもう自分で調べました。公文書公開とか法律がありますので。で、人材派遣業界の人間が、まず看護師の世界で、増えてると。で、多くを占めてると。で、IT 関係もそうだと。まあ、昔から、僕は若い頃からホテルマンも人材派遣会社の人間が大量に入っていると。要するに、賃金叩きとかですね、いつでも仕事がない時に、来なくていいよって言える会社が特にお金を支払う義務もないみたいな存在を作りたかった。それが結局社会を歪ませてる少子化にも結びついてるっていうところで、まあ、人材派遣業法はいらないんですけども、まあ、話飛びになって申し訳ないんですけど、警察官の中とか、あと議員とかで、その小池晃さんっていう方がいらっしゃいますよね、元共産党員ので、共産党の党首である C さんも、もう小池晃の面倒は見れないっていうことを言ってるんですけども、他の党も共産党と組むのは無理だっておっしゃってるのは、もしかしたら小池晃というものが、まあ、あの人はもともと医者なんですよ。で、医療業界自体が第二次世界大戦とかがあったから、医者とか、看護師が、まあ、看護婦さんが必要だったっていう時代があっただけで、今はもう医者は有り余ってるんですよ。で、その小池晃というものが有馬警察署に何度か来ていて、僕を精神病院に勤務させていて、医療業界へお金を流し込むような形、とにかく高いんですよね。精神病院1ヶ月の入院で、宝塚三田病院だったら110何万。だから最高級ホテルである、そと言われているホテル王ヒルトンの、ヒルトンホテル大阪では私は勤務していたことがありますけども、20歳過ぎ、21歳から22歳にかけてぐらいの頃ですね。で、1999年から2000年にかけて、関西ナンバーワンの売り上げのレストランで勤務していたんですけども、その頃大阪ヒルトンホテルは築15年か17年ぐらいで、宿泊料金が1泊3万円台だったと思います。だからそれと同じ金額をしてるんですよ。4人部屋とか相部屋なのに、精神病院は。そんな金額ありえるわけないし、医療業界の税金への食らいつき方が異常であると。プラス、その変な薬をずっと飲まし続けたがる、ずっと通院させようとしますから、精神病院。そこも強烈に改革をしなかったら、それだけでね、税金のプラスマイナスが年間で1000億円以上は変わります。支出が減ります。これは計算しました。兵庫県内だけで、まあ大体一つの精神病院で平均して200床ぐらいのベッドがあると。で、数が、32ほどあるんですよね、精神病院が。で、っていうことは、一つの病床で、1年間で1300万円ほどの売り上げがある。っていうことは、200床あるということは、まあ、すべてが稼働してないにしても、まあ、20億円ぐらいの売り上げがある。なぜなら、その、退院した後も通院させようとするから。じゃあ、兵庫県内だけで、20億円かける32の病院。まあ、それだけでもとんでもない金額になりますよね。6000億円。
20億円かける32だから、ちょっと待ってくださいね。ちょっとメモした方がいいかな。自分で計算してみますね。ちょっとね、今日も睡眠不足で、昨日もその足音鳴らしながら来る人間が来なかった時は、来るまでの日はよく眠れてたんですよ。まあ睡眠薬を飲みながらなんですけども、それでまたね寝不足になってしまった。だから兵庫県だけで640億円の売り上げがあると、精神病院の入院施設付きのところだけでね、兵庫県だけですよ。ということは日本全国で見ると、まあ兵庫県は人口多い方なんですけども、ベスト10に入るぐらい、だからその比率で考えたとしても、日本全国で数千億円の税金が投入されている精神病院に、まあ大体高額療養費の制度を使用しなかったらそんな金額どうしようもないですからね。だから1割負担とか2割負担とか3割負担だとか、あとは税金、だから本当に2、3000億円は支出減らせますね。その無理やり入院させた部分があるから、警察官も何かあったら罰金刑ぐらいで、道路交通法違反の時みたいにそういうふうに対応するような形にしてほしいっていうことを、まあ岸田さんには伝わってるとは思うんですけども、総理の。いろいろ変えなきゃならないことはたくさんあるんですけども、医療業界は他にも内科の、例えば、お腹が痛い時に飲む薬とかも名称変なんですよ。マヤ BM って、小林マヤ真央がいますよね、アナウンサーいましたよね。で、僕ともともと結婚話している2人で、市川海老蔵、彼も僕と同い年でフルーツフラパークに1997年8年の頃来てるんですよ。何回か話したことあるんですね。で、その市川海老蔵と小林マヤが BMW に乗っていて、それバレてる方なんですね。映像とかで僕の方のテレビで見ました、それ。で、医療業界がそういう風な情報で遊んでいるのか、マヤ BM っていう変なおかしな薬で、そんなもん飲んでも医者の方の人がはっきり言ってくれてたんですよね。港北病院の女性の医者なんですけども、私の母親がお腹痛いって言って、その病院行きたがって、もうしょうがないから連れて行くんですけども、本当にこれ飲んでも効くかどうか分からへんけども、多分効かないと思うけどもって言ってくれて、だからそういう変な薬がたくさん出回っていて、内科でもね、作らなくていい薬を作ってる、まあ、エネルギーの残存量問題と合わせ持って、あと税金の余計な支出合わせ持って、余計な薬を減らさなければならない、効果のない薬とかをね、しなきゃならないことはたくさんあるんですけども。そうそう。最近、ホームページ、淡井圭介の力の、これまたメモしてください。36番をご覧になっていただいたら、最近、新しい、世界国税税、違う、世界国税税ですね。国税調査とちょっとごっちゃになるんですけど、2023年版購入しました。まあ、これによってね、導き出した答え、まあ、これ数年前のデータとかの2014年版と15年版、2014年から15年にかけての、世界国勢図影なんですけども、こういう昔のデータを見ながら、見なかったら、普通見ただけじゃちょっと分かりにくいんですよね。で、やっぱり石油の、採掘可能な埋蔵量がやはり54年分なんですね。この2014年15年の頃は59年分だったんですよ。で、深く掘っていきながら、まだね、で、今はもうロシアが1万5000メートルほど掘ってくれてるんですけども、そこは世界最長だと言われてるんですけども、富士山よりも約4倍ぐらいの深さまで掘ってくれてると。で、それ込みで計算されてるんですよ。それでも残り、54年で石油が枯渇するっていう今の状況だと、掘るスピードと換算するとっていうのは、石油の採掘可能な埋蔵量は
2014年から15年と比べると増えてるんですよ、少しだけ。だけどもその2022年のガソリンの消費量で計算すると50年分ないんですよ。だけども54年分にしてるのはそのまま掘り続けて新しい輸送を、あの油の層と書いて輸送ですね、原油の層、採掘してっていう考え方なんでしょうけども、早急に自然再生可能エネルギーを進めなきゃならない。でその答えは58番に書いていて、各太陽光パネルについては詳しい内容をこの間動画でアップロードしました。例えばシリコン型が5種類あることだとか、各都道府県に作るべきであるとか、まあいろんなね詳しい内容、一応それまあ結構興味持つと思われますよ。まあ、いろんなデータをホームページに出しながら、まあ、まず36番見ていただいて、まあ、58番読んでもらって、まあ、そこから49番の太陽光パネル発電とか、46番の河川水門開閉式ダム発電とかにアクセスできるようにしています。あと、YouTube 一覧表のところに河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電のところにあの動画を集めています。まあ、文章のところと合わせ持って見てもらわなかったら分かりにくいと思うんですけども、まあ、ものすごいポテンシャルがあります。で、世界中で河川水門開閉式ダム発電が普及した場合、まあ、僕がビル・ゲイツさんの年収を上回るその特許を取ったとして、で販売価格の 2.5% が取り分ですから、そういうふうなね計算がもう今からの年だったら無理なんですけどね、世界中すべて普及させるの。まあ日本国内ぐらいだったら、もう建設業界の人たちが仕事を手持ち無沙汰で建物作りすぎてるんですよ。2011年に空き家の数が600万件台だったのが、今も1000万件超えて、ビルもう建てるなって言ったのに建ててるんですよ。そうじゃなくて、今手が空いてるんだったら解体業行ってくれの方の話なんですけど、例えばここの有馬の中町だったら、まあ4軒以上は解体する建物あります。有馬温泉の方だったら、まあ1軒家と古くもう閉鎖されてる旅館合わせて10軒ほどの、有馬温泉のすぐ近くですよ、もう歩いて2キロ以内のところで、有馬川の下流に向かって歩いていくと、それはそれで10軒ほど解体しなきゃならない建物とかありますし、だから解体する建物を解体すれば金属とかガラスが出てくるんで、ガラスの方はね太陽光パネルの方に使えるんですよ。8割はガラスなんですよ。いろいろ工夫をすればいいのに、今すべきことをはっきりと分かっていないっていうのが、まあちょっと悩ましいところではあるんですけど、いろんなその、ごめんなさい、話飛び飛びになって、まあ皇室の方たちとか、まあ総理へのメッセージでもあるんですけども、各都道府県にシリコン型の太陽光パネル、まあマスコミの方も覚えておいてほしいんですけども、それが主軸になるので、各都道府県に生産工場でありリサイクル工場を併設して、もうすることもあまり変わりませんから、リサイクルするとき、また新しく作り直すのに、ね、その理解、どうすればリサイクルがうまくできるかっていうことを考え尽くした、リサイクル工場と生産工場を併設すると、輸送距離とかは大変ですからね、なんか各都道府県にしておかなかったら、まあ、例えば北海道とか兵庫県は広いから、兵庫県だったら南の方と日本海側に2つぐらいいるんじゃないかとか、そういうのがね、まあ、僕の案でもあるんですけども、それが隣の鳥取県とうまく鳥取県の生産工場から兵庫県の北部の方へ、豊岡とかああいうふうなところへ輸送するとか、一応まあ太陽光パネル作ったものでしたら、 JR の貨物船があるじゃないですか、何十両と、ああいうふうなものに太陽光パネルを載せれば、大量輸送はできるので、まあ、それでもなんとかなるんじゃないかなとか、まあ、その辺の話もね、エネルギー庁に淡井圭介を加えて、民間からの、まあ、内閣参与でもいいと思いますよ。なんとかなりませんかっていう話で、僕は直接話した方が早いっていう、世界中の、まあ、ただ、
ある程度僕そのテレビ局のねその提案した番組で1回の放送につきいくらっていうその話があればね、自分に時間が作れるじゃないですか。それがなかったらずっと情報を拾い集めてっていう作業ができないんですよ。例えば世界国税税を見てもアメリカの政府でここ近年に3兆円ほどの投資で、アメリカのいろんな州でね何十箇所という州で、太陽光パネルの生産工場と、蓄電池の、まあ、工場を作ろうとしてるんですけども、まあ私から言わせたらね、本当は太陽光パネルについての詳しい説明で述べてるんですけども、本当はね水の中に電気って貯めれるんですよ。車のバッテリーとかはそうなんですけども、だからこういうお風呂の、浴槽、これプラスチック型なんですけども、建物解体したら出てくるところは出てくるんですよ。だからこれに絶縁体の蓋をしてあげるだけで200リットルほどの、まあ、水が貯めれるんですけども、200リットルほどの水に電気を蓄えることができると。車の中開けていただいたら分かると思うんですけども、車のバッテリーっていうものはプラスチックの容器で間にプラスチックの板を何枚か入れてるだけで、上は電気の伝導率が一番低い鉛でボルトで、固定してるんですよ。電気が逃げていかれたら困るから。だからそういうものなので、まあ2021年頃から工事始めてもらって安倍政権ぐらいの頃に頼んでたんですけども、神戸市北区山田町坂本っていうところで太陽光パネルと一緒に蓄電池っていうものを作ってもらってるんです。蓄電池っていう読み方は普通にできるんですけども、池って書いて蓄電池なんですよ。本当はもともと水の中にエネルギー貯めましょうを、家の横はああいう風なお風呂の浴槽のああいう風なものを家の横に置いといて、そこで余った電気とか貯めといたらいいからと。あとは法律で屋根の上を電力会社に明け渡しなさいっていう法律作ってもらったらね、生産した後設置するのはものすごく効率よくなるんですよ。ここの家設置したら次隣の家行って、これ工事する人がのスピードアップが格段に速くなるんですよ。で、あとは電気工事で家の中まで伝わってる電線と直接つないでいただくと。こうすれば低価格で、まあ電気が作れるのと、まあ2012年で言うと、石油の輸入量が、15兆円以上、ガスが7兆5000億円以上、石炭が2兆9000億円以上なんです。まあ、復興の頃であって、ただし為替相場はその時は円高なんですよね。1ドル80円ぐらい、80円台だったんじゃないですかね、2012年って。一番強烈な時はね、78円までいったんですよ。1ドルに対して。で、今は円安ですから、消費量が多少減ったとしても、まあ、金額的には、その当時、を上回ってもおかしくないという部分ですね。だから早くしなきゃならない、経済的にも。で、それによって取り付け作業でね、9万人以上の正社員雇用が見込めると。手堅い仕事。で、まあ、10年なり20年なりで、交換するから、まあ、20年ぐらい使えるんじゃないかなっていうのは僕の見立てなんですよ。だんだん発電効率が落ちてくるっていうことで。で、屋根の上を全て制圧、ダムの上とか、あと農業用水地含めて、それなりの大きさの池とか、ため池が日本全国で5万5箇所以上あると。そういったところにも浮体式を載せると。ダムの上も浮体式であると。だそこまでしたらね、ものすごい発電量が作れて、電気自動車の方にも、回りますよと。で、夕方になったら、例えば冬場だったら、もう15時ぐらいから発電能力かなり低下します。それまでに河川水門開閉式ダム発電で水貯めておいて、夕方ぐらいから河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電を稼働させて、まあ22時ぐらいまで、電力を補うと。あとはまあ原発が何基か動いてますから、原発は24時間電力を供給してますから、だいたいもう22時以降になったら使用する電力なんか昼間と比べたらもう10分の1以下になります。で、その余ってる電気とかでね、夜に、
電子炉とかで、鉄鋼所で金属とかしたりしていると。だからそれが太陽光パネルをそこまで敷き詰めると昼間の方が軸になってくるかもしれないんですけど、まあ、その辺のところはね、あの太陽光パネルについての詳しい説明とか、もうこの辺のところの知識がね、もうものすごい量持ってますんで、どうも何年も前から池上彰さんの方が実力で僕の方が上回ってるっていうことを認めてますんで、ね、解決策を持ってないと、まあ、若い頃1997年、8年ぐらいの頃、菅さんだと思うんですけども、元総理、菅さんに教えてもらったことだと思うんですけども、解決策を持ってないんだったら、政治家にはならない方がいいっていうことを言われたんですね。で、うん。まあ、ちょっと話、延々ときりなくなりそうなので、その、会いに来る方法とかで、例えば、その日僕はゲームしていようが何していようが、会いに来れるようなルールの方が望ましい。それはプログラムのインプットで電波で聞こえてくる内容で、そもそも我が天下と戦国父母ぐらいなんです。で、それって僕が提案して作ったゲームで、もう僕の考えた内容がもう9割以上占めると。で、だから、まあ、そのゲームで遊んでなかったら、僕は提案して作ってもらったゲームだっていうことを記憶からなくなってたんですよね。まあ、他にもいろいろありますよ。バンダイナムコホールディングスさんの方でインターネットゲーム型のスーパーロボット対戦を作りましょうとか、まあ、それに関してはね、ゲーム内容に関してはもうほぼほぼ言ってないので、特に何もお金とかは求めない。ただし、ちょっと僕との人間関係のあのパイプを役員の人と作っていただきたい。まあ、ソニーのゲーム関係のところの昔いた平井社長とかは僕のことをよく分かってくれていたし、まあ、任天堂の役員の人たちも僕のことをしてくれてると思うんですよ。まあ、他にもゲームメーカースクエアエニックさんと昔からかなり関わってますし、まあ、インターネットゲームのロマンシングサガ、RS かな、あれもまあ僕からの提案で作ってもらってるんですけども、もともとねロマンシングサガをリメイクしようっていう形でプレイステーション1999年ぐらいかな、言ったのは1997年、8年のフルツラパークの頃なんですよ。いろんな方たちが来られてた頃に、まあその辺の頃からいろいろ関わり合いがあるんですけども、うん、だから会いに来る時に僕はその我が天下とか戦国風部とか自分で提案したものに関してはやっぱり会社名が現在別光という名前で、もともとはね、カタカナの会社名で中国語っぽくなかったから、もともと外資でアメリカの、マイクロソフトとかの出資のゲーム会社なのかなっていう部分と、もともとゲーム業界、日本が一律の長があって、中国の一番大きな、世界で一番大きな、ゲーム関係の、企業で、テンセントっていうところがあるんですけども、そこの株もね、一部の日本のゲームメーカーが出資しています。まあ、将来見越して、まずは、任天堂とソニーさんが組んでっていうこととか、私の方でいろいろ考えてますし、そこにテンセントさんが加わって、アメリカのマイクロソフトも、共同で開発すると。まあ、Xbox っていう家庭ゲーム機をマイクロソフトさんが作ってますけども、まあ、日本で言うと、例えば Nintendo とソニーのプレイステーションを合併させて、Nintendo ステーションだとか。だから、そこにマイクロソフトさんが加わってくれたら、Nintendo ステーションボックスというような形になって、でまあ、そこでテンセントさんも加わってくると。あとはそこで世界中のゲームを生産されているところとかが、まあ、参入してくるような形が一番望ましいんじゃないかなと。だから消費者として得られるものは効率性の良さと、ハイクオリティのゲームで遊べるっていうことになってくるんですよね。まあ、その辺のところで、家庭用ゲーム機に関しては一律の長があって、まあ、私からの提案で、任天堂スイッチも作っていただいたんですけども、うん。まあ、それはこの間言いましたね。申し訳ないです。ちょっと話が延々と長くなりそうなので、まあ、この辺にしておきます。まあ、NHK ニュースウォッチ9の方たちが、皇室の方たちが伺いますって言ってたのと、その後報道ステーションで明日ですっていう起こしたので、誰が来たのか結局わからないと。
の足音とかからすると、もしかしたら翔平じゃないかなと本当のところはとか思ったりするんですけども、ちょっとね、もう早く皆さん助けてほしいです。新生成管理、河川水門化、石玉発電と地下水流トンネル発電を本当に世界中で早く進めなきゃならない。原油の残存量までガスはもう50年分ないですからね。ちゃんと49年ですよ。やっぱり僕の見立て通りでしたね。だからそこで細かいところ、都市ガスとかも必要なんだけども、どう対応したらいいんだろうのところで、僕は全てアンサーを持ってるんですよ。答えを。一番効率の良い答えと。僕以上の答えを出せる人が多分いないと思いますよ。早くお会いできることを楽しみにしています。まあ、話だいぶ逸れましたけども、紀子様お誕生日おめでとうございます。まあ、いろいろと、まあ、皇室の方、典仁様や、佳子様、眞子様、悠仁様ともね、いろいろお話しして、そういうエネルギー関係で興味持ってもらって、でぜひ楽しんでいただけたらなと思います。河川水門化、石玉発電とか地下水流トンネル発電。まあ、今の時期でしたら結構勉強されてるでしょうから、まあ、僕は昨日ね、歩いて有馬温泉のところまで、この家のここから歩いて行って撮影していってるんですけども、上流の方とか、そこで僕が述べてる内容とか聞いてもらったら、まあ、この人賢いな、すごいなっていうことを、確かにその方法なら安定して電力がとか、いろんなこと気づくと思いますよ。その辺のところで、まあ皆さん、本当は世界中エネルギー関係で大きな大ピンチなんですけども、そこを、いや、解決方法を持ってますよって、こう、あっさり言えるだけのものをね、持っているのが淡井圭介ですので、まあ皆さんご対応のほどよろしくお願いします。チャンネル登録と、あとまあ友達関係とか皆さんで広めていただいて、皇室へのメッセージなんですけども、まあマスコミの方たちもそうですし、まあテレビ局関係の勤務者の人たちも含めてだし、国会議員の方たちとか、まあ地方議員の方たちへも含めてになってくるんですけども、まあこういうことですんでね。早くご対応していただけたらなと思います。あと、ロシアとウクライナの件に関して言っておきますね。私の方で言いました。ウクライナの方、ロシアの方に組み込んでもらった方がいいんじゃないですかって。っていうのは、ロシアはあれだけの国土面積があるから、石油とかガスを採掘できるんです。で、急にエネルギーの輸入が止まるときっていうのは、輸入していただいている国の場合は止まってしまう。だけども、ロシアという国の一部になれば、ロシアは自分の国をまず助けようとして供給してくれるでしょ。だから何が賢いかって分かんないでしょ。あとまあ、軍事費に関して後でアップロードしておきます。違う、動画で。実はね、ロシアは毎年軍事費を縮小してくれてるんですよ。上がってるのはアメリカとか日本。僕の方でも、日本中のマスコミ含めてちょっと叱っときます。本当に。と同時に謝っておきます。ごめんなさい、私がこらえきれませんでした。 F35 の話、世界中でみんな同じものを作った方が本当は効率よくなるかなと思って言っちゃった方なんですよ。 F35 本当に皆さんごめんなさい。で、安倍さんも途中から淡井圭介昔の頃に戻ったみたいな形で、昔僕フルーツアパークで1997年8年勤務してた時に、その提示してたのがね、シンシンっていう第5世代戦闘機、車輪だけ置いといたらええっていうこと、要するにもう戦闘機なんか作るなと、そんなもん飛ばして燃料消費されてる余裕なんかない、ブルーインパルスもいらんっていうことを言ってたんですよ。それをマスコミの人たちでね、もうええから、もう淡井さんがもうその方向で、もうエネルギーの残存量もで、政府も、その当時の国会議員の人たちも、もうその方向で行くからっていうこと言ってるって、本当に言ってるって言っていて、インターネット記事で、その自衛隊の展示会ですよ。展示会で本当に車輪だけ置いていて、シンシンって名乗ってたんですよ。それが世界中のいろんな知識人の人たちにね、本当にエネルギーの残存量、これ本当にまずいっていうことを分かっている人たちの間では、日本、おー、すごいすごいっていう高評価を得てたんですよ、本当に。日本、本当によく分かっているっていうことで。
それを安倍政権の時、安倍さんはすごく頑張ってくれたんですよ。世界のあの平和的な活躍をね、いろいろしてくれて、広島原爆投下の日に、オバマ大統領を訪問してもらって、まあそこもいきさつ全部あるんですけどね、僕は1998年ぐらいの頃、人権作文みんなの前で読みましたから、その後政府の、世界中の政府で上層部に上がっていく人たちの前で、中学生の頃に人権作文っていうのを書いたんですよ。それで世界的な流れで黒人初の大統領になるしかないの方向で、オバマさんをそれに向けさせてましたから、まあそういうふうな話でスタートもともと始まっていて、でまあ原爆投下の日にアメリカ初の大統領が訪問してくれて、で長崎原爆投下の日は、パン・ギムン国連総長が2017年に訪問していただいて、それで全部僕からの提案で安倍政権の成し得たことなんですよ。で安倍さんも真珠湾の件で、慰霊に行ったりだとか、アメリカの議会で演説してもらったり、まあ、もともと安倍さんのおじいさんの岸信介さんが、アメリカの議会でもともと演説されてるんですよ。だからそういう部分もあって私の方も提案しやすかったんですけども、まあいろんなことを述べていただきました。ただ経済の話が混ざり込んでね、だいぶ話がややこしくなってしまいました。本当に皆さんごめんなさいです。だからまあロシアとウクライナの件も僕は白状したら戦争のニュースも終わるかなと思って一応今白状してるんですけども、それこそ法律、第三者からの気遣いあるんですよ、法律で。本当にそれには抵抗することができないとか、何かそういうふうな内容はね、法律であるんですよ。民法かそのあたりだったと思うんですけどね。まあ内容によるんですけどね、結局のところは。まあ日本としてはウクライナの方からその小麦粉を買わせてほしいですっていう、そのなんかゼレンスキー大統領もどちらかというと、まあその巻き込まれてる方といいましょうか。まあまあ今回の広島の方も来ていただいてと、まあこれは本当のところニュースの真実ですので、まあ細かいところはどういう話をされてたかのかは分からないんですよ。だからロシアが昔からそのウクライナの戦争のニュースで G8 から外れていたのが、本当はロシアの真の強い対応の仕方、我々はずっと軍事費削減してるよ、あなたたちは軍事費上げてるでしょっていうような形のボイコットかもしれない、本当は。だからもう後でね、その軍事費、まあ、別の動画でアップロードしておきます。軍事費に物申すみたいな文言で、ちょっとね長くなりましたけども、天皇家の方たちや国会議員の方たちやマスコミの方たちや、まあテレビ出演者の方たちへ、そういうことですので、もう普通にもみんな会ってほしい。本当にもう僕だけ何のお支払いもしていただかなくて、ほとんど仕事みたいな状態なのにっていうか、もうスポーツの勝ち負けは完全にそれ仕事じゃないかっていう、うん、本当のところ賞金額いくらなんですかって、本当は出せなかったんじゃないですかとか思ったりするんですけど、あんな金額って、まあいろいろと皆さんとお話できたらなと思います。皆さんお支払いの方、お助けの方よろしくお願いいたします。そういう方で NHK ニュースのウォッチ9の林田アナウンサー、林田だったと思うんですけども、女性のアナウンサーで、皇室が伺うは、それは世界のそのいろんな、ない、まあまあ淡いケースけど、そのお金の請求先のところへお話を伺うっていう意味だったのか、それとも自宅へ訪ねに来るの方だったのか、もう全然わからないです。もう助けて、もう SOS 状態ですね。そういうわけです。チャンネル登録と皆さん、いろいろ広めていただけると助かります。生ライブで質疑応答がしたいんで、やっと登録者数の数が300人、最近超えました。再生回数も今伸びてきています。まあ、前議員さんとか会社の、経団連の方たちとか、もうエネルギー関係で僕は申し上げてる内容っていうものは、一回ちゃんと見といた方が本当にいいですね。まあ、1時間近くかかったりとかしてますけども、いろんな内容。見るだけの価値ありますよ。新幹線で移動するときとか。で、要点メモして自分で押さえておくと。で、世の中の先を見通すと。本当に貿易輸出入、
絶対その太陽光パネルと河川水門解析断発線と地下水流トンネルで貿易輸出にプラスマイナスで、10兆円以上は絶対プラスに絶対できます。最終的にはもう30兆円見越してるんですけども、プラスマイナスで言いますね。今までお金を出して買ってた、それをお金を出して買わなくなるだけでも、今の円安相場だったらエネルギーの輸入量がね30兆円に届いてもおかしくないんですよ。だからそれが石炭と天然ガスと石油関係、うん、で当分は日本の国力をばらしておいて円安にしとかなかったらダメかなっていうのは僕の考えで、木材まで未だに輸入してますから、丸太を。もうあれだっけ、もう野球部の人たちが高校大学生木切りに行ったらいいのに、斧でってそれで体鍛えれるのにって言ってるんですけどね。あとまああとノコギリとかで、まあ、その辺もねまたどっか、記載しておきます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。紀子さんの結婚おめでとうございます。あの皆さんお披露目の方、あのチャンネル登録とその動画いろいろ淡井さんの言ってること本当重要だから、うん、まあ、見る方で言ったら文章で言ったら36万、解決方法だったら58万で、スタジアムの建設費用だったら48万、それもう途中で記載するのやめましたから、そ、まあ、まあとんでもない量載ってます。まあ、早い人は見たら1時間ぐらいで読めると思うんですけど もうその倍掛けぐらいで作ってます本当は。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。長い間ご清聴ありがとうございました。